国際テロ組織アルカイダの首領ビンラディン容疑者が殺害され、多くの人が湧き上がる一方、中国では反米闘士が倒れたことに悲しむ人も少なくないようです。報道をご覧ください。ビンラディン容疑者の死に対し、中国のネットユーザーの最初の反応は驚きでした。北京と密接な関わりを持つ香港のフェニックスネットのアンケート調査によると、ビンラディンの死を喜ぶと答えたのは 19%、60% が反米闘士の死を悲しむと答えたそうです。湖南商丹大学の李海生教授は、この調査結果が示したのは、中国人が同情しているのはテロではなく、ビンラディン容疑者の反米闘士の身分だと示しました。一方、北京のメディア評論家、バク・シキョさんは、長年の反米教育により、階級闘争、米国への憎しみの意識が形成されたと指摘、60年間の一貫した宣伝教育の本質は、洗脳と注ぎ込みだと述べました。時事評論家の陳博宇さんは、911テロ事件の前から、中国はビンラディンのテロ組織に光ファイバーサービスを提供していたと指摘、タリバン政権とも密接な関係があり、武器を提供していたといいます。ビンラディン容疑者の死に、中国は相当ショックを受けているとも指摘します。中国外務省の記者会見から、当局の恐れが見て取れるといいます。民主活動家の唐博強さんは、中国当局は89年の天安門事件から現在の民主活動家への抑圧に至るまで率先して中国に圧力をかけているアメリカを相当憎んでいると指摘します。仮想敵国と位置づけ、国民には絶えず反米感情を注ぎ込むのです。大紀元時報が発表した唐文化の解体には、1949年から59年までの政権を固める段階において、中国では至る所に打倒米帝国主義の宣伝画が貼られていたと記されています。また、1950年から53年までの朝鮮戦争に介入した理由を、米帝国主義の侵略から祖国を守るためだとしています。機密文書によると、朝鮮戦争はスターリンとキム・イルソンが発動した戦争で、中国が介入したのはスターリンに好意を示すためだったと言われています。また、1956年中国は朝鮮戦争を題材にした映画、上官令を制作。テーマ曲の我が祖国の歌詞では、アメリカを山犬と狼に例えています。一方、中国のネット上には、アメリカは自由と正義の化身だとの称賛の声がありました。また、ツイッターには、今後人類の敵は共産党当局だとの書き込みも現れました。強制的に失踪させられ、任意に拘束するなどの国家テロこそ人類の新たな敵だと言います。新唐人テレビがお送りしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。